まあそれにしてもね昨日は、えー、森会長がね女性が多い理事会は時間がかかると、まあ、いうふうなことを、えー、JOC の評議委員会で言ったというのがですね、まあ、これがえらい問題にまあなっているというかもう日本だけじゃなくてですねもう海外メディアでもですね、まあ、大きな。 え、取り上げ方をして問題になっているっていうことで、んで、まあ、今日先ほどですね、え、この森会長の、ま、釈明会見が行われたっていうことで、まあ、それを、ま、ちらっと見てたんですけども、まあ、それもなんかひどいなっていうか、全然こう釈明っていうか、開き直ってるようにしか、ま、聞こえないような、あの、なんかマスコミの報道の仕方が悪いとかね、 そのなんていうんですか、組織委員会で言ったわけじゃなくて、評議委員会、臨時の評議委員会で言ったから、ちゃんと場所をわきまえて発言したんだと。まあ、だから政府なんだみたいなことを案にね、なんか言ってるっていうのもですね、これまたなんか、こう釈明どころかですね、火に油注いでるようにしかね、見えへんなっていうね、なんでこんな、 あの、半、半切れっていうかね、半分切れたような形で、記者に対してね、あの、答えてたっていうのもですね、すごく印象が悪いなっていうか、で、まあ、この女性が多い理事会は時間がかかるっていうのはですね、こう、撤回をしたと。ただ、えー、発言は撤回しますって言ったんですけども、ほんで、 でも、その会長を辞めるのかというと、辞任はしませんって、いう明確におっしゃったんですよね、この森会長はね。いや、だからね、いや、いや辞任せなあかんのちゃうかと、まあ、今日記者も質問しましたけど、やっぱオリンピックな男女平等っていうね、まあ、平和の祭典でもあると、同時にですね、男女平等の理念っていうのを掲げてるということで、まあ、こんなあっ 今は当たり前やと思うんですけども、まあ、それを、まあ、そういう、ね、あの男女平等とはかけ離れたような方が、えー、会長になってるっていうこと自体がやっぱり日本としてね、恥ずかしいことですよと、誰がこんな人をね会長にしたんだっていう、まあ、問題になると思うんですけども、もうそれも安倍内閣です。 であったと思いますしね、前のね。今の菅内閣も認めてるわけでしょっていうね。 いやそういうことから言ってもね、これやっぱその菅さんの問題にもまた発展していくんちゃうかなと、えー、菅さんのね、長男が、え総務省のなんか接待問題っていうのはね、また出てきて、これ菅さん自身も、えー、危なくなってきてるんちゃうかなと思うんですけども、まあ、この森さんのね、森会長の問題だって、まあ、大きな国家政治の問題だと思いますし、もうすでにもう海外からも批判されてるわけです、 ですからもうこれ、すぐ辞めさせなダメですよっていうね、で森さん自身は辞めないと、えー、言ってるんですけども、まあ、そのなんていうんですか、あの周りからやめろって言われて辞めさせるんだったら、もう私は粗大ごみだみたいなね、あのー、としてはかれますみたいなことを、なんか会見でも言ってはりましたけども、いや、あのー、もう自ら、 これ、森さんっていうのは、あの元総理大臣もやってはった方、やってた方であるわけでね、でその方が、その自分自身の、ね、責任っていうのをですね、こう認識してない、認識できてない。 っっていうのがやっぱそこも大きなな問題かなと、まあ、ただでさえ、ね、でもその森さんがまあ総理大臣だったり、ね、その時からですね、まあ、こういうことをい,いっぱい言ってて問題あったわけですよね、でまあ、今回はそのオリンピックに関してはですねこのまあ女性が多いと時間がかかるっていうのも問題発言ですし、まあ、あとタレントの,、ね、あのロンドンブーツ。 の田村敦さんですかね、まあ、その方も聖火ランナーを辞めると。でそれはまあ、なんかこう、いろんな理由があったみたいですけども、やっぱ森さんの発言で辞めると。で森さんっていうのはこの森会長っていうのはですね、えー、観客が集まらないようにタレントは田んぼを走ったらいいんじゃないかということも言ったっていうね。まあこれがまあ、こういうのもあって、このロンドンブーツの方もあの辞めるっていうふうに言ったと思うんですけども、まあ もう、まあ、これ、田んぼ発言もアウトですしね。やっぱこの女性のこの、ま、別紙というかですね。まあ、そういう発言っていうのはもうこれ一発アウト、えー、でしょうと。 本当なんかひどいな。ラグ、自分の名誉会長、歴任者ラグビー協会で、えー、女性の理事が増えていることを例に挙げて、えー、女性がいたらですね、今までの倍時間がかかると。ね、女性というのは競争意識が強いと。誰か一人が手を挙げて言うと、えー、自分も言わなきゃいけないと思うのだろうと。それでみんな発言すると。えー、まあ、だから時間がかかるんだっていうことを言った。 いうねまあ、これは本当、あの全然あのみんなが誤解してるわけじゃなくて、もう読,めば読めば読むほどね、あのこの発言を知れば知るほど、ですねやっぱり、まあまあ、女性をまあ蔑視した発言でしかないと、ね、しかも今日森さんがあのおかしなことを言ってたのは、ですね最近は女性の話を聞いてないから、えー、分からないみたいなね。 女性の話は長いと考えているのかっていうふうに記者に聞かれて、ね、森会長がですね、こう最近女性の話は聞かないからわからないと。私も話が長い方なので、みたいなね。まあ私も長いから、あの、社内ない、許してくれよ、みたいな言い方もすごくどうかなと思うんですけども、まあ、最近の女性の話を聞いてない、わからないのに、 女性の話は長いっていうね、まあ、それも本当にむちゃくちゃやなっていうかね、いや、だからもうこれはほんま、あの、これで終わると思わないですね。これ、この会見を受けて、やっぱりもっとやめろっていう声が、僕は高まってくるような、あのー、 気がしますしね。ただでさえやっぱ今年、オリンピックどうなるかどうかっていうのもね、あの、森さんたちはやると言ってるんですけども、まあ、状況的にどうなんだっていう声の方が、やっぱ圧倒的にね、今多い国民、日本国民の世論調査でも多いわけですからね。それにさらにこういう人が、あの、いらんことを言うと。 緊急事態宣言も1ヶ月延長になって3月までっていう風になってね。うん、それで改善したらいいんですけども、いや本当に改善するのかなみたいなね。うん、っていうのもあるという中でね、まあ、本当なんか無茶苦茶やなとしか思えないですね。やっぱこういう人を会長にしたりするっていうのが、やっぱりこの まあ自民党が今までね、ずっと、あの、なんていうんですか、与党であったからっていうね、えー、っていうのがあると思うんですけども、やっぱり人材がないんちゃうかっていうね、自民党にね。う なんかほんとそういう,こう偏見を持った方ね、ね麻生さんとかもそうですけども、まあ、菅さんだってそうでね、日本学術会議の問題だってね、まあ、本当にいろいろ問題があるって指摘されても、ですねまあ、大きな問題になると思ってました、2校みたいなね、あのまあそのは私は支持率,支持率がまあ60%とか70%とか でまあそれでねまあ調子に乗ってたんかなっていうね、あのやってやったみたいなあの感じやったと思うんですけども、まあそれがまあ30%台に落ちてきたら、ですね、まあ、急に、えー、必死になって、ですねあの顔色をね、記者の顔色とか、まあ、世論を伺うようになったっていうのが今なんですけども、ただ、やっぱもう本当、こういう人たちをやっぱりもう、 なんていうんですかね、やっぱこう政治にやっぱおい政治の世界に置いとくっていうのがやっぱ国民にとっても僕は損失なんちゃうかなと思いますけれどもね。うん森さんのこの発言っていうのはもう今の世の中でやっぱ考えられないっていうかね、やっぱ昔の人っていうかね、昔の人はこういう感じのね。 あのことを言う人ってのはいましたけども、今言ったらもう完全にアウトですよっていうね、それを分かってないっていう、んでそういう分かってない人を会長にするっていうこと自体がですね、やっぱり大きな問題、これ、政治の問題ですよっていうね。 やっぱり、安倍内閣からですからね。んで今の菅内閣だって、まあ、追認してるわけですから、この森さんのね、会見を受けて、どういうふうに、こう、それでも辞任させずに続行させるのかね。それとも辞任させるのかっていうね。まあ、させへんかったら大きな問題になるのは見えてあるわけでね。もっと大きな問題に。 あの、なるは見えてるわけですから、もうやめさせるしかないと思いますけどね、僕はね。チャンネル登録よろしくね。